シーズンダブル返しができるかどうかという今日の一戦です。キャプテンマークを巻きました宇佐美、西川を先頭にピッチに。メッシのは第14節の東京ベルディ戦以来、まあ、久しぶりのスタメンということになります。そうしましては、はい、メッシの選手が左でウェルトン選手が右の形になるかなと思われますね。今笛が鳴りました。前半の45分スタートです。センターバックまで下げて福岡が右に久しぶりのスタメンということになります。16節ぶりのスタメンです。ボールの前には渡辺、そして大畑がいます。大久保はボールから離れています。ちょこっと動かしてきました。リンセン、ここは鈴木徳馬が蹴ります。宇佐美ではありません。ヘディングシュート、ここは間で受けたダワンです。ダワン、ダワンのパス、シュート、坂本、これは西川セーブ。前を向こうというメッシのファールです。アディショナルタイムは3分。メッシのが足を押さえていますが、そしてここで笛が鳴りました。さて後半のキックオフです。右エンドガンバ、左エンド浦和レッズ、浦和レッズのキックオフでゲームスタートです。前で渡辺も動いていますが、渡辺が背後を狙います。大久保ドリブル、スペースがあった、ドリブルで運ぶ大久保、そして引きつけて渡辺、深いところから折り返す、ヘディング先制、浦和レッズ見事に崩しました。深いところに入れて折り返して、最後は関根のヘディング。いや、綺麗に崩しましたね。そうですね、大久保選手の突破のところすごく良かったと思いますし、はい、やはり最後、まあ、チームの得点に関わってくるのは関根選手ですよね、はい、そしてまた渡辺選手のアシスト、このドリブル良かったと思いますし、はい、ここで渡辺選手がワンタッチでしっかり進入することで、この柔らかいボールですよね、うん、もう関根選手もう待ってましたよね。今シーズンしっかりと中心になってプレーしていましたし、はい、いい形作れていたと思いますので、こういうところでしっかりとゴールを取れたというところと、ここでしっかりとどれだけリーグで結果を残しきるかというのも大切ですよね、はい、一方は180センチの三藤凛、ボランチのプレーヤーです。真ん中落として宇佐美というところ、拾った三藤だ、シュートいった、早い時間帯での交代になりましたね。そうですね、はい、やはりこの堅い浦和の守備のところに対して何か変化を加えたいという意思を感じますね、はい、今日は3試合目の出場三藤です。抜け出した大久保シュート、泣きたかったところです大久保。またここも渡辺龍馬選手が、はい、三藤取る、奪った、原口のパスから松尾反応しました。一森、山下、もう一度こう黒川へ、黒川低いボール、チアゴサンタナ、あ、こぼれてきた、高いボールを入れたんですが触った西川。プレーフリーキックのチャンスです。宇佐美、高いボールを入れて、シュート、三藤のシュートです。岸本が前に出しますが、ここで笛です。0対1浦和レッズ。スコルジャ監督のこのリスタートで